ってんじゃない、起きてんじゃねえな、逆に取ってやろうか、あ、取っちゃう、どうやって使うんだろう、これか、受け入れて出たぜ、出たぜ、おい、ちょっとアップでどれ、これか、おい、村元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 、村元、村元、行くぞ、村元、今回は、りょうくん、髪の毛をバッサリいっちゃったみたいな、そう、どうすんの、どうすんの、どうすんの、これから伸ばします、ん、伸ばします、いい心だけですね、間違えた、これ多分、多分で言っていい、多分で言っていい、これマネージャーだと思う、あ、胸元、胸元胸元マネージャー、胸元マネージャー、飲んじゃえ、胸元マネージャー、飲んじゃえ、胸元マネージャー、飲んじゃえよ、あ、おい、トゥル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 、どすけ、どすけで、やらしい、やらしいよ、つきそうでついた、つきそうでついた、完全に途中からこれはなくなった、意味をなさなかったな、短いな、これ短いじゃない、どうしたの、だいぶ、どうしたの、何だっけ、美容室行ったらさ、うん、自分の髪の毛切っちゃったんだけど、切っちゃった切っちゃった、切っちゃった、ゆうちゃん、ゆうちゃん、このままで泣いてるよ、かずきのほうが泣いてますよ、こっちに来るとよく来た、よく来た、今夜は返さないよ、あれが、ゆうちゃん、今日のあれはどんな感じですか、今日のあれは、うん、いつもと全然違うね、どういう、はい、今日のあれはどうですか、今日のあれは、まあ、数えてみたら1年半ぶりに金髪を出した、うんうん、あ、本当だね、これ何色なんですかね、これは、そうっすか、ありがとうございました、そうなんですこれ何色、これちょっと近く寄るね、なんだろう、いやー近いね、いやースケベいやースケベだね、オンセクシーオンセクシーオールセクシーオールセクシーオールセクシーよし、オールセクシーよし、はん、村部さん、はい、こっち見てもらっていいですか、はい、あー、なるほどね、紫と白黒ね、紫じゃない、はいはいはい、いや、あ、目ね、うん、兄さん、はい、今日おでこが全開ですが、はい、兄さん、兄さんで、あ、兄さん、うん、かっこいいんじゃない、ありがとうございます、はい、じゃあ撮影らしいで行きますよ、はい、はい、買い上げいただきありがとうございます、クリです、はい、X レイズ、はい、フルアルバムなんですけど、はい、まずね、ちょっとメンバー一人一人に聞いていただきたいところを言ってもらおうかなと、ボーカルクラです、よろしくお願いします、ギターカズキです、お願いします、ギターのマムです、お願いします、ジンです、ではワンマンツアーあとX レイズが出るんですけど、そうですね、聞きどころ、じゃあ、りょうさんから聞きどころ、はい、そうですね、全
10曲ですか。うん、新曲なので、うん、それをいっぱい聴いてね、ヒロがいっぱい聴いてとあらら。じゃあ葉月さん、グルーヴを感じてください。うん、あれ以上、あれプロデューサーの方ですか。じゃあ真永さん、そうですね、いろんな曲が入ってるのでもね、うん、全部ちょっとしっかり聴いてもらって欲しいなと思います。ゆうさん、はい、そうですね、スクールという楽曲を突き詰めた作品になってるんじゃないかなと思うので聴いてほしいですね。続きましてワンマンツアーがそれともなって、はい、まあ、10月からあるんですけど、はい、はいはい、ワンマンツアー、そうですね、意気込みなんかを聞こうかなと、まあ、ちなみにフィナルが、クワトロで 2days ありますけど、はい、はい、意気込みどうですかね、ワンマンツアーの、うん、まあ、もちろん今までで一番でかいワンマンツアーなんで、うん、長旅なのでちょっとね、いっぱい来てほしいですね。そうですね、すげえ楽しみにしてますので、はい、ね、うん、うん、後ろはあれどう、ワンマンツアーの意気込み、意気込み、うん、だって後ろって言われてもさ、ね、3人いるからさ、確かに、まあ、もう適当に渋谷クラウド2デーズ、はい、もう成功させて、はい、次に出たらいいな。そうですね、うん、まずはね、2デーズを完発します。はい、そして、まあ、そのワンマンツアー中なんですけど、フィンランドで、フィンランドの方で、はい、フィンランドでヘルシンキ、ヘルシンキでね、日本ですか、俺は日本ですね、日本のフィンランドのヘルシンキ、ね、そうですね、上の方に日本です、イベントに、イベントをこれ、月コン、月コンという、月コンっていう、月コンの イベントで、ワンマン、はい、はい、決まりましたんで、まあ、来れる人がいたら、うん、ね、もちろん俺らは行くもんね、行きますよ、飛行機乗って、はい、はい、なんか後ろあったら、ナイス、ナイスね。はい、まあ、そんなことで、じゃあなんか、はいはい、はい、まあ、こんな感じですけど、そうですね、盛りだくさんな今後の作りをよろしくお願いします、よろしくお願いしますって感じで、はい、はい、おじいちゃん、え、ワンマンツアーの意気込みは、俺、ワンマンツアーの意気込みは、そうですね、前回のワンマンツアーの時よりも、はい、そして、はい、なんとバックステージ、はい、ご招待という、そうです、それをね、言い忘れたと思ってね、はい、だから私が今元に戻したの、はい、かなりね、選ばれた人数、バックステージの意気込みは、いや、楽屋でイチャイチャしようよ。イチャイチャ、そんなの楽屋はすごいらしいですからね、この4人は。ライブよりもすごいかもしれないっていうね。もう全員正座してるもんね、じんちゃん以外。そうね。それはね、来てみないとわからないんで、うん、そうね、どしどしご応募を、ね、待ってます。そうね。はい。こんなとこっすかね。そんな感じで、はい、はい、これからもよろしくお願いします。スクリーンでした。はい。